皆さんこんにちは、藤崎マーケットの時です。佐々木です。そして管理栄養士のせーの、僕たちがワイズキッチンです。素晴らしい、ようやく揃った。さあ今日はどんなマリマの商品を使うんですか。なんとすごいですよ、うん、今回はスパイシーチキンです。おお、これみんな食べるでしょ。食べるよ。これ使うんです。え、今日はこのスパイシーチキンを、スパイシーチキンとクリームチーズの生春巻きに変身させていただきます。生春巻き、もうこのチキンと米あれやもう言っちゃ分かりですよ。はい、うまいね。うまいですけど、さらにそうなんです、クリームチーズと一緒に巻いて、うわ、おいしそう。生春巻きでは、うん、お、はい、こちらで大体2本分くらいですね。へぇー、2本できる。はい、お野菜たっぷりですね。まず中に包む材料を切っていきたいので、うん、はい、まずはパプリカですね、大きくにしていきます。こんな感じ で、うん、クリームチーズもちょっと切ります。はいはいはい、はい、棒状になるように巻くように。そうです、そうです、巻くので、うん、あ、結構大きめでも。そうですね、大きめ、真ん中にこうゴロンと入れるので、うん、出た。あー、これや、はい、とうとう出た。これも中に巻くので、うん、ちょっと棒状になる。うわ、うわ、これだけでうまいで。パクチーはもう一緒に巻いちゃうので、うん、だいたい半分くらいの長さに切って。あ、そんな長くていい。なるほど、はい、もうこの春巻きに巻けるくらいの長さがあればいい、うん、なるほど、なるほど。ウニレタスはもうこのまま巻いてっちゃうので切らなくて大丈夫です。切らなくてもいい、はい、へぇ、めっちゃ便利や、なんか楽ですね。はい、ただちょっとすごい濡れてたりすると春巻きの皮が残りすぎちゃってぐにゃぐにゃになってしまったりするので、はい、水気はしっかり、あ、ちょっと、あとはもう巻いていくだけで、うん、まず私がお手本を見せますので、はい、はい、後でお二人にも巻いてもらいます。はい、これ生春巻きの皮なんですけど裏表があります。え、そうなの。はい、ちょっと触ってみると分かるんですけど、あ、ほんまや、こっちがボコボコで、こっちがツルツル、あ、ほんまや、はい、ツルツルが外側になるように巻きます。はい、ここの方を巻いていきます。なんか、はい、まずツルツルの方、霧吹きで全体的に濡らします。はい、水張ったボウルとかにこう皮をくぐらせて戻す方法もあるんですけど、そうすると、うん、戻りすぎちゃって、うん、破れてしまったり、破れちゃう、はい、全体を湿らしたら今度レタスをまちいていきます、はい、結構はみ出ちゃった部分だけちょっとちぎる。あ、ちぎる。あ、なるほど、はい、結構2、3枚そうですね。そしてそこに、うん、お、出たスパイシーチキン。うわぁ、こんなん絶対うまいやん。クリームチーズ、うん、でパプリカを入れて、パクチーですね。パクチーの量は本当、はい、お好みで、簡単やん、はい、でポイントはちょっと手前に、外ですね、皮の、はい、ちょっと真ん中より手前くらいに、そして、一旦こうレタスで全部の具を包むんですよ、うん、で、皮を持ってきて、はい、ちょっと手前に引っ張るような気持ちで、うん、それでもう1本できました。それで出来上がり、めっちゃ簡単よ。お二人にもやっていただきたいと思います。はい、はい、はい、あ、ライスペーパーと違うんです。もう戻っとんねこれ僕、あの犬にかけます。ひげちゃん、ひげちゃん、ひげちゃん、おっさん、おっさん、おっさんちゃうわ、チワワ、はい、ありがとうって入ってきた。できました。すげえ。トキ、トキ、自分戻さないでいい。そこもうびちゃびちゃになってるって。俺のライスペーパーみたいなもんですよ。さっきはちゃうって言っとったやん。私のライスペーパーみたいなもんですよ。レタスはやっぱこれ必須よ。しげちゃん。おっさんやないか。チワワや。チワワ。おお。何か多めにしたかったんやけどな。何してんの。はめてまうのよ。いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、最後に。おおおっしゃ、謎の出来、謎の料理出来。
ト。これニューヨークの流行るやつ。オープンテラスで食べるやつや。じゃあこれもう盛り付けていきましょう。一口サイズに。あ、なるほど。食べやすいように。ほら、ね、盛り付けのアレンジで。しゃれてるやんけ。斜めね。新しいこの。すごい斜め。すっごいおしゃれだよ。ちゃんとなった。うわ、すごい。マーハンドができるやつ。お、お。添えます。うわ。はい、これでスパイシーチキンとクリームチーズの生春巻きの完成です。やったー。では早速食べてみましょう。せーの、いただきまーす。じゃ自分の、そうですね、作ったやつですね。見せてのやつみたい。うん、うわ、めっちゃ美味しい。うん、スパイシーチキン、ほんまにこれジューシーですね。うん、お野菜もたっぷり取れるし、これほんまに美味しい。クリームチーズがね、合うわこれ。合う。うん、8000個食べれる。ニューヨーカースタイル。お鍋に入れるネギぐらいのシャドウ。シャドウ、シャドウ、このシャドウ。おいしい。タップ入れで。うん、これおいしいわ。すごいな先生これ。どうした先生、大丈夫？泣いてる。レシピが底ついたんじゃ。とうとう最終回です。先生頑張りました。先生の中で今ピリオドやったんです。あ、違う、まだ違かった。おいしいです。おいしいですよね。スパイシーチキン、スパイシーチキン、企業みたいな。一句読むんですか。スパイシーチキンで、そういうの、そういうコーナー設けるんですから。違う違う。パクチーにはクロロフィルという成分があるんですけど、はい、これは強い抗酸化作用、デトックス効果があるので、アンチエイジングにぴったり。あら、若返っちゃうということなんです。なるほど、たっぷり入れてたんで、うん、よかったですね。これはもう若返りますよね。おっさんっていじってきてるやん。人生について考えました。人生って何やろって。金か。いや違う、名誉。それでもない、料理やって気づきました。手間かけた分だけ美味しなる、それが人生。何言ってんねん。カンペ通り夢って。なんで息切れてんの。では今日のレシピの他にもたくさんのレシピを紹介していますよ。次はどんなレシピが登場するか皆さんお楽しみに。バイバーイ。